かつて白き衣をまといし魔女がいた。それは全てを滅ぼす大いなる力、決して目覚めさせてはならない。その魔女の名はベルザ。止めればいいのね。でもやるわよね。エロある。賢者の石と何か関係があるかもしれない。なぜ一人で背負い込む。俺たちは仲間だろ。行くぞアル。うん。道はある。あの子が我らの希望だ。この聖印は父が私に与えてくれたものなの。ベルザの一族と戦うために。お前たちは先を急げ。終末の祈りとやらを止めてみせろ。ペド、俺たちは決して忘れない。運命に立ち向かい共に戦った一人の少女のこと。ソフィン。鋼の錬金術師3、神を継ぐ少女。